どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はノリとスペシャルの使い方比較、弓トッププレイヤーとの違いはとなります。トライストリンガーを使っているとメインでの対処も大事ですが、メガホンの使いどころも非常に重要ですよね。特にトッププレイヤーになってくるとメガホンの使用回数でも大きな差が出てきます。そこで今回は XP3000 アレトロさんの動画と僕の試合をもとにスペシャルの使うタイミングというものを比較していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは一般プレイヤーの僕のプレイから見せていきたいと思います。
全体的に自動増加によってスペシャルを貯めていることが多いっていうのがありますね。自ら塗ってスペシャルを貯めるのはすでにゲージが溜まりきっている時であり、意図的に貯めようというのがあからさまに少ないなと思います。続いてはアレ太郎くんのメガホンの使用例になります。実際にフルタイムの時間ですね、やったものを見ていきたいと思います。
全体的に打たない時間っていうのがないぐらい打ち続けていましたね。インク回復のイカ潜伏というよりかはスペでの回復となってます。また足場が整うと押し込みの動きがあり、効率よく敵陣に対して塗りを行っているという印象でした。比較としてはこのような感じになります。それでは細かく見ていきたいと思います。まず2つを比べて一番わかるのは塗りポイントに差があるという点です。僕は1200ほどに比べ、アレタロクの場合は1900ほどの塗りとなっています。約 1.5 倍以上の違いになりますね。ルールが違うにしても塗りの差が目に見えてわかる部分かと思います。1900って塗り効率良くないと本当できないですからね。ポイントの差が出た結果としては、空白の時間とスペシャルによるインク回復が原因かと思います。まず空白の時間ですが、狙いを定めてから撃つまでの時間の短さですね。あとは狙えないと判断した時の連射撃ちです。これにより一瞬で足場も整ってますし、何より牽制もしています。ちょっとしたことですが、スペが安定しているのはこの行動によってかと思います。これによりインク枯渇する前にスペシャルで追い打ちとインク回復ができてるんですよね。インクタンクを見ていると常に半分くらいを維持していますが、使い切ってスペシャルを使うようなシーンが多いです。これによりインクをうまく回しているので1900ほどになったのではと思います。細かいことの積み重ねで大きな差となってますよね。続いては効率についてです。先ほどの塗りポイントから見た行動の根本的な違いでしたが、効率の違いとなります。今回の効率の違いとしては立ち位置になるかと思います。足場を見ておくといいのですが、常に敵インクが目の前に多くある状態の場所にいるんですよね。またそういった場所は敵がおり、牽制も合わせて行っているので効率がいいように感じます。前に出るというのもありますが、通常攻撃においても塗りがある程度もらえるような位置にいるのは強い行動かなと思います。これができればスペゾを積んでいても無駄になりませんよね。むしろより恩恵を受けやすいんだなと思います。通常の攻撃としてはある程度安全圏からの攻撃になるため、半分くらいは塗りポイントがもらえなくなると思います。この半分近くが塗りポイントの無駄になるので、攻撃回数が多くても結果として塗りポイントの確保ができてないんですよね。そこを少しでも解消すると考えると、ある程度前に出ていき相手を抑え込みながら足場も取っていくのは重要な行動かと思います。塗り中心の話になってしまいましたが、スペシャルの仕様についても見ていきたいと思います。まずアレタロウ君のスペシャルの仕様としては、カニタンクや光栄といった邪魔になる相手への牽制に使っていたという点です。カニタンクに対しては必ずと言っていいほど活用していましたね。カニタンクを破壊できずとも無効化は可能になってます。逃げるだけでも勝ちですからね。一方僕の場合は光栄に対して発動はしていましたが、使用するタイミングはインクがまだ残っていた状況でした。ちょっと離れたところで使用するのでもロックオンも甘めですね。たまに無駄打ちもあるのでもったいない行動というものが非常に多かったです。またインク回復としても使用することも大きな差になっているかと思います。インク切れのタイミングに合わせてスペも溜まっていましたので、ギリギリのラインでインク管理をしているのだと思います。これによりインク回復する時間がほとんどありませんでしたし、何より常に攻撃と塗りが行えていました。一方僕の動画はというと、スペシャルがあまり溜まっていないこともあり、インク回復の方法は潜伏も使用しています。空白の時間が出来上がっていることも考えるとインク管理が雑なのがわかりますね。細かいところですが、このあたりが塗りポイントの差となり、スペシャルを回す上での回数の差になってくると思います。はい、ということで今回ここまでとなります。塗りとスペシャルの使い方比較、弓トッププレイヤーとの違いは
はいかがでしたでしょうか。今回は自分の動画との比較をしてみましたが、スペシャルの使用回数や塗りポイントを見るだけで大きな違いがありましたね。やっていることは地味な行動ですが、積み重ねとして 1.5 倍ほどの違いが出てますので重要なことかと思います。単純にスペシャルを使おうというだけでなく、自分との行動の違いをしっかり把握することは大事なんだなと思いますね。メモリープレイヤーの機能はこういった使い方をすると活用方法としてはとても楽しめると思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。